こんにちは、草加塾の久保です。今日の思い出迷子の時間はですね、思い出迷子なんてタイトルつけちゃいましたけども、広島県福山市、これは春日になるのかな、天満屋っていうビルがここにあったんですよ、デパートが。こういう風にね、でも今さら地です。10年前後ですかね、前にさら地になって、それまではあのハートっていうね、あの地域のお肉屋さんが中心となったスーパーマーケットがあったんですね。ちょっと風が強くて聞き取りにくいかもしれません。で、その前、私が幼い頃っていうのは、それから私が高校大学生ぐらいまでの頃かな、ここに4階建ての地下1階地上4階のスーパーがあって、で地下が食料品だったりね、で1階がゲームセンターがあったり、それから婦人服店があったりとかね、で2階が書店があったりとかなんだりしたわけなんですよ。詳しくは忘れちゃいましたけども、レコードショップもあったしね、なんか紳士服売り場もあったし、で一番最初は屋上にゲームセンターとか遊園地みたいなのがあったかなと記憶してます。で私ね、実はゲームセンターでバイトもしたことあるんですよ。日当3800円で夏休みの間だけってやつなんですけどね、15歳ぐらいの時だったんですかね。で今は何もなくって壊されて更地のまんま、もう結構長い時間経ってます。これすごい大きな土地ですよ。ちなみに向こうに見えるのが花房っていうラーメン屋ですね。でぐるっと回るとこっちにね、あのワイズっていう飲食店さんあるんですけども、以前変骨うどんっていううどん屋さんだったんですよね。まあ、そこに、まあ、私の小学校の時好きだった女の子がバイトしたみたいなこともあるんですけども、まあ、それはまた今度別の時に話しましょうか。でね、ちなみに向こうにね、ちょっと離れたところにスタックスっていうレコード屋さんがあるんですよね。もうないですけども、もう私はこのね天満屋っていうスーパーで幼い頃からいろんなことを学んだり買ったり、家族で来たり友人と来たりとか、ね、いろいろありました。鬼ごっこをしたりね、本を買いに来たりとか、レコードを買ったりとか、岡田由紀子ちゃんの生写真を買いに来たこともあるし、700円で売ってたレコードのシングルってやつもここで何枚も買いました。最初の1枚買う時ってのはものすごくドキドキしましたね。菊池桃子ちゃんの雪に書いたラブレターってのを買ったんですけども、ものすごい大人になった気持ちがしましたね。700円のレコード版買うので、プレイヤーは家に古いのがあったんでそれでかけて聴いてたんですけどもね、まあ私がだから17、8でこの街を出た頃にはまだあったのかな、で大学卒業までにはなくなっちゃったのかなと記憶してますけどね。はい、今ではさら地になって動いてるのはこの広島銀行だけということでございますね。懐かしいな。あ、ちなみにね、あそこにエネオスが見えるんですけども、天満屋の向かいのエネオスは昔モービルだったような、青い看板モービルだったような気がしますね。この地区にお住まいの方懐かしいですね。はい、じゃあ行ってきます。